なんだお前は。ああ、ちょっと待って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 、マジかよ、お前出てくんのかよ。ちょ待って、マジでやべえ。ああ、祭りがさ、海を夢中でスケッチしてたら船が出航しちゃったのですよね。あ、大変ですね。そうだね、祭りがしばらくここにいることにします。関東の海の色を気に入ったのですよ。あは、関東のトレーナーさん、祭りがのフェアリーポケモンと勝負してみませんか。します。では行きますよ。フェアリータイプの良さを知ってほしいな。いやー、ウルトラさん、ウルトラムーンが懐かしいですね、祭りかさん。あのポケモンは使ってこないでくださいよ、祭りかさん。大丈夫だと思いますけど、関東なんで。お願いしますよ。嫌な思い出しかないですからね、祭りかさん。あの、よくわかんない、なんか、蜂なのか、蝶なのか、ガなのかわかんないフェアリーポケモンはやめてくる。この縛り？なんだと？ムチのツルが使えなくなってしまったじゃないか。もうね、あれなんですよね。あ、カメちゃん使おう。そうですよ。あの、多分前回のパートカメちゃんが戦ってる様子ほぼ映ってなかったと思うんで。カメちゃん、もしかしたら今回が初剣山かもしれないってことで、よろしくお願いします。あの、霞にもらった熱湯、マザマシンの熱湯をですね、すでに覚えさせております。なので、一応タイプ1ウェン、メインウェポンは御三家の中では一番強いものを持っているはずだよ。威力は 80! 高っ！まあ、カメちゃんだから許されますよね。おっと、耐えていく、ボッボボ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 ボお互い様みたいですね。まあ、熱湯の火傷は3割、ノンノン、8割だよ。自分が使うと1割5分なんですけどね。オッケー、カメちゃん。当分はなんかこのパーティーで行きそうですね。ね、とりあえずあの、あやつを、あやつのレベルを上げたいんですけど、突進。突進欲しいな。体当たり、はい。そうね。じゃあ、あのね、いい加減ね、最強ポケモンをですね、進化させて本当に最強ポケモンにしたいんですよ。なぜ僕はこのポケモンを今回育、バリバリバリー、おっと、ヨーロッパ限定ポケモン来た。こいつ全然レベル上がんないんだけど、なんで？出してないから。出してないピジョンそれなりに入ってるんだけど、こいつ全然上がんないんだけど、マジで。来たー！ヨーロッパポケモン。去年か。去年の横浜ポケモンですね。よし、跳ねるしかない。よし、確認できた。エスパー大変だな。もう先輩でご了承しかないな。エスパフェアリーはちょっと強いですね。初代のエスパフェアリーは結構強いんじゃないですか。多分。リフレクト！硬くなったね。物理耐久が倍になったぜ。だからっつって電磁波の前では一網打尽。いけ！ 10 万ボルト！はい、ボーン。うわ、勝てー！さすが、しかし、麻痺っていくー！なんかあれみたいですね。僕があんま急所とか、麻痺とか、火傷とか、わざわざ引いてなかったっぽいですね。あ、なんか、なんだ、カメラが止まったと途中だよな。じゃあね、わかったんだよ、一個わかったことがありまして、こうたまに戦闘中に、なんかフリーズしてんのかしてないのかよくわかんない感じになるじゃないですか。あの、異常状態にした時に出てくるエフェクトとかを、これを待ってる時間が、これ待ってる時間っていうか、こうフリーズしてんのかしてない時間なんですよ。なんですよね。これまあ、ウルトラサン、ウルトラムーンとか、サンムーンとかのレートにもありましたけど、なんか意外と 3D で見ると、なおさらなんかちょっと大丈夫かな、ちょっと不安になりますよ。いろんな意味で不安になる。よーし、君の強さに驚いちゃう。釣りかさん。嘘あ、オカハンドマジ？おう、なんとも素敵だね。君と君のポケモン、実にナイスモチーフ、絵に描いてみたいな。え、マジ？オカハンドえ、マジかよ。え、どれ、王冠。渡すと喜ぶ人もいる。ほう。よし、じゃあ行きますか。オース、未来のチャンピオン。この先には、クチバシティがある。クチバジムには、木を切らないと行くことができない。だが、今のお前とピカチュウなら、たやすく切れるはずだ。早速試してみろよ。情報の伝達が早いですね。行くぜ！秘術、けさ切り！ペガジョー！やったぜ。お見事！木を切り倒し、地面の道が開いた。よし。
認められた。オッケーオッケー。ここあれなんですね。居合切りが使えるかどうかがジムに挑戦できるかどうかなんですね。さあ、三つ目のジムでございます。パート6か7、7かな ?7 ですかね。はい。まあまあなペースで来てますかね。結構バッサバッサ行ってますかね。途中のトレーナー戦とかね。いいんじゃないですか。待ってたぜ、未来のチャンピオン。ジムリーダー、マチ奏者、電気タイプの使い手だぜ。タフガイだぜ。飛行、水は相性が悪いぜ。まひらされないように気をつけな。よし。さあ、色が二つ違うのすげえ気になるんだけど。まあ、とりあえず戦いますか。トレーナーね。参戦中参戦ね。やりましょう。まあ、ジムトレーナーなんで、カットするかもしれないけど、後半のあれにいかんにしては。まあでもやっていこうかな。あー。誰で攻めるのがいいんだろうなぁ。どうしようかね。どうしますかね。まあ、一応、ね、鋼タイプは、リザが来てくれたんで、まあ、あとはリザのなぁ、熱風だか放射だかが、どれだけ早いタイミングで来てくれるかなって感じですよね。うん、本当に、それはマジで頼みますみたいな。OK、ヒーロー、ゴー！お、いいダメージ。電気ショック。ちょっとディグダは、一応多分ディグダの穴いけるとは思うんですけど、ちょっとディグダは行かない方向性で、ね、あれ行っちゃうともう多分本当に簡単になっちゃうから、ね、ただでさえ結構ピカブイ簡単なんで今のところ。なんで、そういう意味ではやっぱり、あ、一発か、マジか。じゃ、ちょっと赤から行きますか。ポチー！赤いゴミ箱だ。ゴソゴソ。あ、なんだと？お、スイッチがあった！ポチッとな！これはね、あれですよ。ここの位置は覚えてます、僕。左です、ここです。はい。あ、違った。違うんかーい。で、ここです、ここ。はい、ここです。はい。嘘こっちかあ、いたあったポチッとなからのーからのーかっこーイエーすマチ将軍よ。あ、少佐か。戦ってやるぜ。Yes! Welcome to Kuchiba Gym! Hi, baby, you a challenger? ははそんな半端なパワーで、ミーに勝負を挑むとはいい度胸ね。ポケモンバトルそんなに甘くない？みんなビリビリ痺れさせてあげまーす。さあ、マチ戦。相変わらずよくわからないポーズ。何がしたいんか。軍服着てるから全然筋肉が発達してるのがゲームだとよくわからない。なんかさ、もうちょっとさ、筋骨隆々としてていいですよね、芝ぐらいで。3匹ですか？はい。体力は適当な感じですけど。とりあえずは、眠らせなくていいや、もうご了承でいいや。光の壁、はい。ま、命中率がね、安定しないですからね。眠り子なの。うん。そんなに入らないかな。まあ、最高火力10万だと思うんで、まあこんなもんですよね。オッケーオッケーオッケー。まあいい傷薬もしっかり使いながらやっていきましょう。ちゃんとね、バッグ。この辺のね、あれですね、 UI の操作に慣れないとですね。8個あるか、全然ありますね。乱れたような気がしたけど大丈夫、気のせい。もし乱れてたらごめんね。なんかごめんね。オッケー、よし、とりあえず1匹倒した。なんかカットとか入れるかもしれないけど、全然気づかんかったわ。手元のモニターで見てるんで、手元のモニターの方は特に何もなかった。よし、次だ、リザード行け。炎で焼き尽くしてしまえ。回復アイテムはいくらでもあるからな。いくらでもはないけど、好きなようにやっちまえ。よし。さあ、コイル。ボスっていうか、まあ、対象格はあいつだと思うんですけどね、一応ね。一応、あと微妙に確認かなー、みたいな。いやー強っ、急所おい、マジかよ、やべえよ、ちょっと待ってよ、それはやばいよ、それやばいよ、それやばいよ、ちょっと待って、その急所だいぶやばいよ。勝敗は左右しないと思うけど、いや、大丈夫だと思うけど、まあ、とりあえず二度蹴りで落とし、あー、切れない危ないラン、いや、ヒヤヒヤするな、これ。やば。さあ、出てこい。中来さんよ。中来さん、こんにちは。これ、あれだな。一回最強ポケモン途中で投げなきゃいけないかもな。勝てる気がしねえ。レベルが向こうの方が上だ。10万の方が、これさ、10万の方が通りますよね、多分。通るよね。
通るよね、通りますよね多分。90、30、30、そう、通すわ、通すわ、おらー、おー、あ、急所でこれ、おっとー、おっとー、これは、あ、せっか、せっかはいい、せっかはいい、いやー、なるほど、なるほど、26、40、あー、なるほど、あー、なるほどなるほど、次のターンはお互いに回復するターンだな。おっとー、まあ、こっちの方がね、圧倒的早いですからね、素早さはね。今作のピカブイのピカチュウは、速さは。おーし、オッケー、ピンチだ、大丈夫か。じゃあ、引くわ。生き最強ポケモン。生き最強ポケモン、目にものを見せてやれ俺が最強だ、せっか、甘いんだよ、それを読んで俺はコイキングを投げてるんだよ。舐めてもらっちゃ困るぜ。で、このタイミングで一回回復を挟む。ぴったり 60HP が回復する。さあ、そして、あ、なに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 、神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 、なんだお前、なにお前、え、なんで耐えたの、ねえ、お前な、はぁ嘘やろ、なんで、何その仕様、何その仕様、ちょっと待ってよちょ待ってよ、神仕様かそれ、大丈夫、あ、急所、ちょー、強い強い見たか、これが俺の相棒と最強ポケモンの力だぜ。なめんじゃねえぞ。ポケモンバトルっていうのはな、愛情で勝てるんだよ。ユウの強さ、トゥルース。やば。強すぎなんですけど、マジで。すごい、効果抜群ですね。オーケー、オレンジバチやるよー。マジかよ。すげえ神がかり的な勝ち方したね、今ね。スペシャルな強さのユウにはミーの気持ちね。マチのサイン。あれ、マチのサインって何で使うんだっけ、あれ、あれ、ちょっと待って。ちょっと待って、何で使うんだっけ何で使うんだっけ、えどうすんだっけ、はははは、ドントウォーリー、もちろんこれもやるよ。マンボル来た、オッケー。よーし、10万ビリビリエクセレントポケモンに教えてあげてください。あれ何で使うんだっけ、なんか、え、なんだっけ、おう、すごい、テンション高えな。さっきからジャンプしまくりだ。ちょっと肩の上でジャンプしないでもらえませんか、肩凝るんで。あら、君、へえ、マチさんに勝っちゃうなんてすごいね。順調順調、はい、お疲れ。お疲れ、はぁ、あ。なんで、え、私、海水浴よ。狭いプールから飛び出して広い海で泳ぎたいって時もあるのよ。これからどこ行くの、近くのディクダの穴に行った、え、まだだったら連れてってあげようか。あ、はい。じゃあ行きましょう、ディクダの穴。え、くしばに海水浴場なんてあるの、え、なんか、イメージ的には関地区の方が海水浴場だよね。ここがディグダの穴よ。ディグダが掘り進んでできた穴なの。じゃあね、いろんなポケモンに出会ってね。あ、はーい。じゃあどうする？ディグダの穴に行く？あ、こっち側、11番道路。とりあえずトレーナー戦って、君強いな、セアロ。強いよ。伊達にやってねえよ、ポケモン。これがあげる。ピカチュウの飴を5つもらった。お、アメボルト、あ、アメボトルに入れた。ピカチュウのアメを使えば、ピカチュウがずーっと強くなる。特定のポケモンのアメは同じポケモンたくさん捕まえたり、博士に送ると手に入るかも。使う？使ってみます？せっかくだし。ピカチュウのアメ、すべての能力プラス1。え？え？あ、やばい、これ取っとく。ごめん、これ取っとく。ごめん、これ取っとくわ。取っとかないっていう選択肢が。ああ、やばい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 ポケモンがいる、やばいポケモンがいる。いや、これ取っとかないっていう選択肢ないでしょう。絶対取っとくわ。よし、スリープ。さあ、やるぜ。捕まえてやるぜ。久々だな、なんかな。はい！ 3 パートぶりぐらいじゃない？前のパートでゲットしました、僕。なんか、序盤最初のパート2ぐらいでめちゃくちゃゲットしまくっちゃったから、あんまり、てか、ボールがだって、122個とかあるんですけど、やばいんですけど、もうちょっとで僕のリアルのポケモン GO のボールの方のモンスターボールの数超えちゃうんですけど。スリープゲットだぜ、ペペカチュー。なんかこっちの方がレベル上がってる感じするよな。
なんかね、そういうもんなんですかね。スリープ、催眠ポケモン。いつも一緒に眠ってみると、時々昔食べた夢を見せてくれる夜がある。なんか、ロマンティックなやら、悪夢やら。とりあえず、あ、ラッタッタラッタッタタタタラッタッタラッタッタラッタはね、捕まえてないですよね。コラッタ売り払っちゃいましたからね。小さい。よし、ラッタッタ捕まえるぜ。ふっ。イエーイ、エクセレン。もうぴったりでしょ。ボールの大きさまんまの。エクセレン、なんでや。なんでや。やっぱスパボじゃないとダメですかね。ふっ。あ、今のダメ？今のダメですか？今のエクセレント臭くないですか？2回で出てきた。おっと、これはちゃんと、じゃあ、しゃあねえからスパボ使ってやるから、スパボ62。せーの。だいたいどんなんでしたっけ？オレンジが、確か5割満たないぐらいなんですよね。黄色が5、6割ぐらいだったイメージあるんですよね。黄緑と緑はそれ以下みたいな感じだったかな。で、赤が、2割から3割ぐらいまでしたっけ。オッケー、ラッタッタゲットだぜ。ピッカチュー。やっぱ強いポケモンゲットするとね。あ、乱れひっかき、いっぱい上がりますね。鳴き声、はいですね。いいですね。コイキングだけ微妙に遅れを取ってますか。でも言うてまだあれか、20レベルまで。あ、叩きつける。まあ、電磁波いらんよな、多分。電磁波必要になったら覚えさせたらいいから、電磁波はいいや。でも叩きつけるもいらないっちゃいらないですけどね。格闘と電気あれば、まあまあな範囲見れますからね、ピカチュウは。はい。ラッタッタ、ゲットだぜ。ネズミポケモン。後ろ足にある小さな水かきで川を泳ぐのは水の中の餌を取るためだ。お前泳げるのか。あ、波乗り覚えたっけ、ラッタッタって。よし、アイテム回収したんで、じゃあ、行きますか。ディグダの穴。たまげたもんだ。この長い長い洞窟、ディグダが掘ったんだとよ。イワークが掘ったのをディグダがついてっただけじゃないのか。ディグダ、ディグダ、ダグダグダグ。ディグダ、ダグ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 からかよ。ディグダから出せ。順番ってもんがあるだろ、世の中には。ダグトリオが出てきた。レベル17。お、いいじゃん。ダグトリオっていないですね。野生のダグトリオって見たことないな。ないね。野生のディグダも、まあ、場所によってはいるかもしれないけど、みたいな感じですけどね。いや、マジで。やば。ダグドリオ戦争だな、これ。はい。よし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 。これを先思いやられるね。伝説のポケモンとか確率何パーとかなんだろうね。ダグドリオ、ゲットだぜ！ペッペカチュー！一撃で捕まるかどうかの、なんか、運もありますね。露骨なレベル上げはしてないですけど、後でやろうかなみたいな。モグラ、ダグトリオ、モグラポケモン。三つ子のパワーで地下100キロまで掘り進むので、地震の原因になるとの報告もされている。それをナマズンが察知して、おい、あいつのせいだぞって俺たちに報告してくれる。あ、いた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 。全然何もいないんだけど。ディグダ、ディグダだ。スパポでいいや。なんか、モンボウ、はい。あ！サークルが固定されてなかった。なんか、攻撃モーション、威嚇モーションって言うんですけど、ポケモン GO で、用語で言うと。攻撃モーションがあった直後に投げると、直前の、真ん中のサークルの大きさが保存された状態になるんで、まあ、それをうまく活用して、伝説ポケモンとかゲットする技みたいなのがあるんですけど、ポケモン GO には。ないですね。ないですね。固定できないですね、サークルね。ディグダ、ゲットだぜ！ペッペカチュー！ディグダ、モグラポケモン。暗いところを好む。ほとんど地中で過ごすが、洞窟ではよく顔を出している。全然いなかったけど。はい、2番道路に出てきました。なんか、普通に捕まえたディグダと捕まえたダグドリオ以外に何にもいなかったんで、なんかあっさりでしたね。結構ディグダの穴とかって、ね、結構普通に越えてくるのめんどくさかったりするんですけど。うん。あ、モティさん、なんだ、僕覚えてます？ほら、誰だよ。大木戸博士の助手ですよ。誰だよ、だから。初めましてだろ。ちょうどよかった、いいもの見せましょう。いや、ここだとちょっと上がれすぎるな。え？中でお待ちしてますよ。ね、なんで？別にどこでもいいじゃん。何、暗くないと渡せない何菓子なんてあるの？
世の中に。怖いんだけど。来ましたね。早速いいものを見せましょう。僕、秘術、輝きをマスターしたんです。はぁ、なるほどね。はい、真っ暗になりましたね。では、心を落ち着けて、深く深呼吸をすると、どんなに暗くても、周りの様子を感じ取ることができる!やべ、俺の頭みたいだ。ほら、電気をつけなくても明るく感じるでしょ?僕、集中力が周りの人にも伝わるんです。モッティさんに曲げますよ。いや、大丈夫です。僕、持ってるんで。持ってるんで。え?モッティさんじゃなくて、ピカチュウが覚えるの?え、秘術、キサギリも使えちゃうって?大木田博士が言ってたけど、かなり特別みたいだね、そのピカチュウ。面白い。教えてみましょう。一度暗くしますよ。さあ、ピカチュウ。僕と一緒に、じゃあ僕も、せーの、帽子を脱ぎ捨てて、周りの様子を感じ取って、ピカーン!やったぜ。覚えましたね、僕の得意技を。僕の相棒は僕の得意技も使えないと。君のピカチュウ実に素晴らしいです。どんどん秘術を使ってくださいね。秘術は、技ではないので使う元気がなくても、あ、戦う元気がなくても使える。なんだってそれは。よし、岩山トンネルをじゃあこのまま抜けていこうじゃないかと、いった感じですかね。はい。ちょっとこのパート、もしかしたら、あんまり長くないかも。知れなくなーい。モッティも女子さんから輝きを教えてもらった?モッティじゃなくて先輩が覚えた?相変わらずすごいなー、モッティの相棒。あ、輝き使えそうなとこ俺知ってるぜ。近くまで連れてってやろうか。あー、いや、一人で行きます、一人で行きます。いやです、一人で行きますよ。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。一人で行きますから。わざわざ僕がディグダの穴先来てるってことはそういうことですから。岩山トンネル行きますよ、一人で。はい、ありがとうね。ありがとう、ありがとう。どうせあれでしょ、花田とぐらいまでしか連れてくれないでしょ。そういうことでしょ。大丈夫大丈夫、一人で行けるから。